t ス十から一は、ソユーズ t 九の乗組員が滞在していた、サリュート七号を訪れることを目的としていた、ソユーズ宇宙船のミッションである。しかし、1八十三年九月二十六日の発射カウントダウン中に事故が発生し、ロケットは発射台で炎に包まれた。ソユーズの打ち上げ脱出システムが、ロケットが爆発する二秒前に点火したため、乗組員は、 無事だった。これは、乗組員を乗せた状態で打ち上げ脱出システムが作動した、世界初の例となった。打ち上げ脱出システムが作動したソユーズ T-10 から1予定された、打ち上げ時刻の直前、燃料がソユーズユーロケットの底部に漏れ、T-90 秒の時点で火災が発生した。打ち上げ、コントロールチームは脱出システムを起動させたが、 コントロールケーブルはすでに焼け切れており、ソユーズ宇宙船の乗組員自身でも脱出システムを起動できなかった。20秒後、打ち上げ、コントロールチームはついに無線コマンドで脱出システムを起動することに成功したが、その頃にはロケットブースターは炎に包まれていた。爆発ボルトが点火して、ソユーズ宇宙船の効果モジュールとサービスモジュールとの間の結合が切り離され、 続いて脱出システムのモーターが点火されて、起動モジュールと降下モジュールが結合状態のまま上昇した。このモーターの噴射により、5秒間の間に137から秒速167メートル2の加速度が生じた。脱出システムが起動したわずか2秒後に、ブースターロケットが爆発し、発射台が破壊された。ソユーズ宇宙船を収納していた大井の外側に付けられていた。 羽型の4枚の空力安定板が開き、高度650メートルで、軌道モジュールから降下モジュールが分離して、降下モジュールの底部熱シールドが投棄されて着陸用、固体燃料ロケットが使用可能な状態になり、緊急パラシュートが展開されて、発射台から4キロメートル先に着地した。二人の乗組員は、強い加速度で打撲症を負ったが、生き残った。 この打ち上げの失敗によって、サリュート7号に残されたままで寿命を迎える、ソユーズ T-9 宇宙船の機関カプセルを交換することができなくなった。このことは、西側のメディアでは、ソユーズ T-9 で数ヶ月前にサリュート7号に到着し、滞在している宇宙飛行士が帰って来られなくなったなどと誇張して報道された。数年後、 アメリカのテレビチャンネルヒストリーのインタビューに対し、ウラジーミルチトフは脱出ロケットに転火した後の乗組員の最初の行動は宇宙船のボイスレコーダーの解除だったと語った。なお、本機以前の無人での脱出システムの作動例として、マーキュリーアトラス3号がある。ありがとうございます。